さあそれでは成げさん、改めて今週もよろしくお願いいたしますすよろししくお願いします、はい、ではまずはこちらのニュースからお伝えいたしましょう。さあ東京オリンピックは8月8日、閉幕をいたしました。 森前会長の辞任そして国民の半分が開催に反対あるいは緊急事態宣言下での無観客での開催 <laughs> 開催中は選手への SNS での誹謗中傷、まあ、開会式のゴタゴタ、えー、名古屋市長のメダル紙問題などなどもございますが、まあ、もちろんメダルラッシュに湧いた側面というのももちろんございますさあ,あそんな中ですね総額3兆円とも4兆円とも言われる予算の中で、えー、この行われたオリンピックでございますけれどもな さんにオリンピックを振り返っていたただきいいいと思いますオリンピックっていうのは世界中の人にしてみると、はい、開催国以外の方は全部テレビ視聴つまりテレビ番組ですよねなるほどだから要するに巨大なこう「紅白歌合戦」のような感じだと思うんですよ。高 <laughs>、はい、視聴率の化け物番組ですよねだとしたらねやっぱりねスキャンダルはつきものですね。 みんなが注目していて、うん、あの全員いい人じゃないですからね <laughs> なんかやばいことが起こるんじゃないかって半分ワクワクして見てる人たちも必ずいるわけでだからまあ,あのだからといってそのスキャンダルいろいろ出てきましたけどそれが悪くないよっていうことにはならないんですけどうん、うん、まあともかく「紅白歌合戦」もそうですけれども、うん、こういう化け物視聴率番組っていうのの未来を見たような気がしましたね。うん、未来を見たというのは 多分視聴率落ちてくると思いますあそうですか、うん、例えばヨーロッパでしたらユーロ2020という、うん、もう巨大なサッカー大会がありましたし日本であればいまあ、未だに記憶に残ってるあのラグビーのワールドカップ。はい ああの2つとと比べると全然イメージが違いますよねあーなるほど開会式はある閉会式はあるなんかド派手な演出はあって <laughs>、うん、競技中もですね、うん、これやっぱりこう何ていうんですかスポーツよりイベント感がやたら大きいわけじゃないですかなるほどその類のものってだんだんねこう視聴率が悪くなってくると思いますね。あ ね、まああの特に今回自国開催だったから日本の方々も開会式閉会式もたっぷり見たっていう方多いと思うんですよねまあねだけどねあの半分ぐらいはこの開会式閉会式ってどんなあのトラブルが出るんだろうってワクワクしながら見てた人いやい,や僕はいると思いますよ実際に見てみたらもう本当にしょぼかったっていう意見がほとんど僕ももう <laughs> わおって思って 見てましたけど、あのー、アメリカの友人たちに聞いたら閉会式は誰も見てなかったっていうんで,う,でうわこれは日本人恥かかなくてよかったねっていう視聴率が低いとやっぱりそれなりにメリットもあるんだよねなんていう嫌みを、ね、思,思いつきましたけどねあのアメリカでの数字が今一つ伸びてないっていうのは開会中にもありましたけどこれは時差の問題だけじゃないってことなんですかもうアメリカはのスーパーボーパボル をはじめとしてててののみ巨大イベントの視聴率がどんどんん落落ちちまますよねあのアカデミー賞も落ちてますから。えー、じゃあ例えばですよ今回もよ,よく言われましたけどねアメリカの NBC という放送局が放送権をこう一手に持っているので時期がどうしてももう夏じゃないと無理だみたいな話あったじゃないですかでもその理屈で言うともうじゃあ夏じゃなくていいじゃんになりませんか ねえ、あの、おそらくね、やっぱり視聴率が落ちてるっていうのは、ネットで見てる人たちが結構多いんでしょうね。そっちですか。はい、あ。はあ、それもあるんで、うん、あのおっしゃる通り、うん、もういつやっても関係ないですよね、きっとこれ。うん。だとすると、選手ももうちょっと負担少なくなりません。<laughs> そうだと思います。結局タイムシフトでみんな見てるわけじゃないですか。ああ、はいはい。うん、だから、例えば、アメリカ人だと、フットボールを先に見ちゃうと思うんですよね。はい,はい。はい。 でフットボール人気だけは結構野球と違っていまだに高いんですけど、うん、それ見終わってからタイムシフトでネットで見ればいいわけですもんね、うん、今まではねライブで見た方が楽しいよねスポーツだって思ってたじゃないですかはい、はい、で最近録画でも結構面白く見てるんじゃないですか皆さん <laughs> となるとスポーツ中継の根底が変わってきますよね そうだと思いますね。例えば野球の場合ですとね、やっぱりひいのチームが勝った負けたをリアルタイムで知りたいってあると思いますけど。うんうん、正直言って、うん、その四年に1回ぐらいしか見ないものが結構ありますよね。ありますね。はい。これはね、タイムシフトで十分なんだと思います。 でもそれでいうと本当にそんな中で、えっと、なるげさんのフェイスブックにも黒木さんという方の記事を引用しながら出てたんですけれども、今回の総額が3兆円とも4兆円とも言われていて、当初予算が7000億、8000億ぐらいでしたっけからすると、相当な膨れ上がりなんですよね。 あのー、かなりの金額っていうのは実は物を作るつまり建物を作るところで、はい、あの使われたんだろうというふうに言われてると思うんですけど、うん、それにしても、ね、4兆円っていうと国民1人当たり、うんえまあ、ざっくり成人1億人として4万円に相当しますから超高額視聴量ですよねそうですね考えたらね。 高いイベントにつきましたけど、まあ、とはいえ、このオリンピック、東京オリンピックだけじゃなくて、日本でやるオリンピックっていうのは、これから50年ぐらい、もうやらないでしょうからね。<laughs> まあまあ、そうでしょうけども。最後の勉強料だよねっていうところじゃないわれわれ々普段見てる分って、えーっと、その金額がいくらだったかって、換算しながらは見ないところって、なるきさんあると思うんですよ全くあの普通の場合は CM ですべて賄うわけじゃないですか。はい 例えば、プロ野球の中継なんかそうですよね。そうですね。うん、普通に民放でやってる以上は、もう必ずスポンサーがすべてを払ってますよっていう。で、うん、今回の場合は、そうじゃないですもんね。税金で必ず、いつかは誰かが払わなきゃいけない羽目に落ちるんで。うん。だから、こういうイベントってのは、やっぱり、これから厳しくなってくるんでしょうね。うん。あの、それでいうと、例えば、商業オリンピックの走りだったって言われて、るロサンゼルスオリンピック。なんていうのは、かなりですね。事務局が、あ、その予算を削って。 えー、行ったという実績があるんですね、実はこれ、データで見るとそうですね、あのうん、逆にプラスになったんじゃないかっていうふうにも言われてますけど、ね、あの時はまだ規模が小さいですもんね。ああ、そうか、もう明らかに規模が小さいです、やっぱり。あのおおよそ40年前のオリンピック、覚えてる方も多いと思うんですが、今比べると、相当やっぱりちっちゃかったんでしょうね、競技数も少なかったでしょうし。うんうんうん えー、開会式もお昼にやってましたからね。あそうでしたよねあの。ジェット人間って言うんですか背中にロケットを積んだ人間がね開会式を待ったあのロサンゼルスオリンピック、ね、はいせいぜい高そうなのあのぐらいですもね <laughs> <laughs> 今はもう花火はあるわ <laughs> CG はあるわね。 プロジェクションマッピングはあれも,もうそれだけでもプロジェクションマッピングだけでも何十億でお金かかるんじゃないでしょうかねああそうかだからその演出量がその開会式閉会式言われている、えー、1イベント150億とも言われているお金になってるわけなんですが先週もそのお話しましたが一口ででで億って言ってて言ももすごい金額ですす、ね、すごごいい金金額額んねねよ<ー>その割にはもうしつこいようですけどめちゃくちゃしょぼかったと思いますけどね。 浮かれ気分で見てるときと冷静になって振り返るときとの人間って必ず温度差あると思うんですけど今ちょっとほとぼり冷めてみると確かに金額かかったよなと思う方多いかもしれませんよね。そうですよね、はい、だけどね人間ってでももうあと1週間もしたら忘れちゃうんじゃないですか。<laughs> <laughs> 忘れる動物だからいいとこもあるんでしょうねでも本当、その3兆円4、4兆円とも言われている金額をさあこれからあと、えー、どういうふうな形でまあ返していくのか、えー、まあ日本の財政事情皆さんご承知の通り、えー、とんでもない借金抱えているわけでる池さん、これやはり増税みたいなものっっててのは当然視野に入ってくるんでしょうねそうです、ね、あの国債で結局、今回もコロナ対策費なっていうのは、ねうん、あの賄っているわけですよね。うんはい コロナ対策費は73兆円ですからね、はいうん、取り当たり73万かけてやってるという、何してくれたんだっけって、つい思っちゃうほどの金をかけてますが、これ全部ほ,、はい、ほ,ぼ,ほぼほぼ国債で賄うわけですよね。いつかお金を返さなきゃいけないと、国債を、うんえー、なんとかして国が、まあ、返すということになるんですが、どう考えても税金以外には考えられないですよね。あそうですよねはい 要するに我々の世代が今使ってしまったものを将来世代子どもとか孫の世代が支払うだけだよねっていう付け回しっていうんですかねそらくもう本当この話ってここ2三3 0年ずっと言われてるんですけれどもじゃあ何ができてるかというと、まあ、もちろん消費税のア,アップっていうのはありましたけどただただ借金の数が増えてってるだけじゃないですか現状として。 そうですよね、うん、消費税しか多分ね、あね、この借金を返す方法がないと思うんです、うんあの、例えば法人税を倍にしちゃうと、あのほとんどのもう会社っていうのは利益1円も残んないってことになっちゃうんで、そうなるともう株価は暴落するでしょうしね、こ、はいね、こから出ていく会社が出てきますよね、うん、いくらやっても全然利益残んないんですから、<laughs> それももう実効税率的には40%とかになってる以上、倍にはできないんだろうと、で倍にしてもね、たかだか知れてるんですね、実はね。はい やっぱり消費税は巨大なんで、はい、これがいつかは上がってくるんだろうと思いますよね 1%, まあ1上げると、一説にはその2兆円から3兆円ぐらいのまあ収入になるんじゃないかという話がありますけれども、上がっていく社会保障式考えていったら、当然、1%、2%はすぐ消えていくわけなんですよね、これですよねですから北欧並みに20%っていうのは、もうあと10年もすると聞こえてくるんじゃないですか。あの 海外とかに旅行に行った時に <laughs>、まあ、あの実際我々は直接払うことはないんですけど向こうの関節税の高さに驚くっていうことはあるんですけどもいざそれが本当に日本になった時にわずかなる川さん2%上げるだけでも相当な抵抗があるじゃないですかこれ僕らも含めてなんですけどこれを、えー、さらに2桁しかも20%ってなると相当な圧力というか壁がありますよ、ね、まあでもねゆで返るっていうのがあるじゃないですか。はい だんだんお湯の温度が上がってきたら、うん、あそのカエルの方はでも気が付かないみたいなね <laughs> 最後に売れ上がっちゃうっていう <laughs> はい、はい、それね何年かに一度2%ずつ上がっていくとすると、はい、やっぱりね数十年後には20%ってなってもおかしくないしな、ねうん、気かかないかもしれませんよそれぐらいまでも財政的には危機的な状況になってるんですけどもまあただなかなかじゃあその方針を誰が手を挙げるかっていうとなかなかできませんよね。 そうですね、うん、今回の総選挙っいうのはどうなるか神の水を知るみたいなことになりましたから、はい、あのかなり強力な内閣でもできない限り消費税には手を出せないんでしょうけど、うん、でも何年にいっぺん非常に強力な内閣っていうのは日本の場合作るわけじゃないですか。はいはい、例えば 小泉内閣なんていうのは、ね、好き勝手やってましたし、相当なインパクトでしたよね、うん、その前の中曽根内閣っていうのも、うんね、ある意味ではもう強引に国鉄を民営化したりとかしてましたから、かはいはい、やっぱりね、10年に一遍ぐらいはそういうのが出てきて、そこのきっかけにして、うんあの、少しずつ消費税が上がってくるってことになるんじゃないですかね,ねえ、まあ、あのどの政党も公約として消費税を上げますって,って選挙出る政党ないですけどもね。ですね。 そういう政党が出てきた方がもしかすると票を取るかもしれませんよ。あの、やっぱりいくらなんでも子供と孫に全部負担させるっていうのはかわいそうだよねっていう。<laughs> そういう、まあ、なんていうんですかね、常識的なことが出てくると思いますけどね。ねえまあ、ですから、オリンピックが終わった後とっていうのは、これから9月、10月っていうのは、自民党の総裁選、いつのタイミングなのか、選挙のタイミングなのか、まあえー、この借金も含めてですけど、いよいよそこに向き合うタイミングが、成田さん、やってきそうですね、この来月、再来月あたりはね。やってきますね、うん、<laughs> もう有権者としてはよくよく考えて投票しなきゃいけないねっていうふうに思いますけど。ね えー、いわゆる野党の受け皿がないよねっていう議論があるじゃないですかだけどその与党にしてみるとちょっと議席を減らしただけでもかなりやっぱり痛いわけですよね国民は怒ってるよっていうのを見せるためにも、はい、少しやっぱりあれですね票があの動いた方がいいと思いますよね。えー